はようございます。おはようございます。今日はアルクチコの最終日です。はい。昨日結構みんな釣って、はい。釣ってないのはユッキー。はい。釣った場合こんぐらいのペース。旗は？俺切るだけです。ユッキーは？昨日はこんぐらいでペースと二バラシ。か昨日だって一番釣れそうなポイントで、うん、旗車で寝てたもんね。はい、じゃあまあ最終日、はい、またおのおのいろんな船に分かれて、はい、行きますか。しゃ、はい、お昼までなんですよね。昼まで頑張りましょうか。しゃしゃ、それでいくぞ。おいしゃ、せーの、うわぁ、チャリキありますよ。チャリキ、ちょっとチャリキでみんなコンビニ行こうぜ。ウェイ、チャリキチャリキ。あ、ローソンだ。あ、ローソンだ。あれ？うわ、邪魔い。なんこのチャリ。ね、なんだろう、この3台。こいつら邪魔だな。チャリンチャリン入れてる。邪魔だな。なんだ、今の集団。原人の方たち。現地の人でもないですね。現地の人、原人の人たち。よし、じゃあ。知的レベルがちょっと。文化レベルが。文化レベルが低そうだったんで。めっちゃ重たいんだ。ここスタビライザーの場所か。ここがレンズね。うわーい。さあ今日はユッキーがビジュアルさんの船、で俺らがイネオくんが、はい、サンズさん、はい、僕らがいない。ん、誰もいない。サルさんがいない。サルさんがいない。快適じゃないか。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。行きましょうか。はい、サルさんがいないので。うわ、お尻びしょ濡れだこれ。確認せず座ったんですね。ちなみに今日もタックル2つしかないし、2つしかないですね。ワームも向こうに全部持ってかれたから、はい、ダウズ微動で釣るしかない。あれ持ってるわ。俺持ってないですよ。ダメだな、ここなは。はい、なんか持ってると思う。俺何も、俺も何も持ってない。全部今まで借りてましたもん。俺も全部借りてた。今日はよろしくお願いします。お願いします。僕初のサンズ亭です。そうですね、カッパリ結構いますね。結構いますね。大丈夫、サワーズ組みたいな。これあかんな。いいね。うん、うわ、これめっちゃベタベタする。切ったからじゃないですか。すごい、すげえ。富士山綺麗ですね、やっぱり。絶景やこれ。3枚取っちゃった。これ絶景やろ。はい、歓楽街がありつつ、磯があって、木があって、ほら今ここ、はい、はい、ここ、パーン、はい、オッケー。いただきました。いい景色です。朝の富士山。いいね、朝の富士山。よし、帰ろうか。はい。はい、景色、はい、景色。はい、パーン。バッティングセンターに、はい、パーン。パーン。はい、バッティングセンターいただきました。はい、ありがとうございます。はい。でも、そういえば昨日、サンズさんに、あの変更借りてみたいですけど、やっぱ見えるんだなって思いました。何が？水の中です。ね、変更グラスすごいね。俺も昨日借りて、あ、あれ鳥だ。あ、マジで吸気、かわいい。ヒナ？ヒナかな。ね、ヒナっぽいね。はい、じゃない。目パッチリ開いてますね。おい、あ、動いた。おーい、わわ、アフラック、反応なし。あ、サンズさんとムネオさんだ。あれは釣れてないですね、あの動きは。そうですね、釣れてないボートの動きですね。剣に徹してますね。ムネオさんも仁王立ちですね。ね、腕なんか組んじゃってプロっぽい感じに醸し出してるけど。ど素人ですね。バレた、バレた、バレた。サンズさん目がいいですから ね。あ、ニヤニヤしてますね。あ、バレた、ムネオさんも。あ、手振ってきた。だから まだサンズさんというは微妙な感じみたいですね。富士山ですね。あ、富士山ですね。絶景だ。次見つけましたね。こっちもなんか人が腕組んでますね、みんな。
みんな腕組んでますね。ちょうどユッキーが撮ってるポーズがサンズさんと同じポーズでしたね。で、キムが撮ってるのが胸さんと同じポーズですね。あれはさっき見たな、見たな、あの子見て。相変わらずビジュアルさん、あのエレキに苦戦して昨日もめっちゃ頑張って あ、あげた。で、俺がカッコつけて、俺がやりますよって言ったら全然できなかった。二人とも同じポーズですね。悪口言おろ、ちょっとね、素直でよろしい。今もここごっとこっちに出すバイバイ。あれは釣れません。無理。ダメでした。それは釣れんわ。諦めて移動しますですね。いいな。マイクも。大丈夫。日本語上手。スイスのテレビ。水中カメラとか入れたらめっちゃこの下に映ってんだろうな。ほい。あれバスですか？横をちょん出しだと見切れ半端ない。ふわっと投げる。あ、はい。あ、食います。あ、マジで食いました。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。お、まるまるこいつ。よっしゃ。放流。へえ。お、これが放流バスです。今回の放流の中でもでかい方だ。やったー。お、すげえ。傷がすごいけど。口ちっちゃい、本当に。そう。元気、超元気。暴れる気満々。暴れる気満々。ウニ。やった。釣れました。これが放流バスですね。でかい。本当口がちっちゃい。そうなんですよ。それが特徴的な。すげえ、やったー。今気持ちよかったですね。はい。ペタッポロピューンって逃げて。あ、食います。スポッて食ったっす。おめでとうございます。ありがとうございます。やったプカッと浮いてる。さあ、遅刻のサルさん現れました。はい、それと入れ替わるように僕らはホテルのチェックアウトを済ませに行かないといけないという。そうですね。イエーイ。ただサルさん、僕らホテルのチェックアウト済ませてないんで、はい、今からチェックアウトしてきます。3日間で僕サルさんと釣りしてません。すいません。いいえ。私クオリティが出ました。遅刻しました。僕ら今からちょっと宿に戻る。宿に。あ、またこっち帰ってくるか。帰ってきますよ、はい、宿行って鍵渡してすぐ帰ってくるけど、桟橋で釣りしようかな。なぜ僕はもう遅刻した身分なんで何にも言えないです。やっちまったもん、最終日に。さあシャット、めっちゃ魚浮いてんじゃん。当たった。よっしゃー。おー、でかっ。おーしょ。おー、でか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 。うわー。うわー。うわー。めっちゃ引くやんけ。
マシフィッシングイエーイここが一番超感あるめっちゃ引いてたねそれめっちゃ引いたムネオくん何やってんの釣れたやん釣れたよおえおえめっちゃ引いた俺50ぐらいのかかったかと思ったギューンって引いためっちゃ引いた俺ずっと寝てたよ楽しかったおいあ、おえおえでねツイッターでねブンちゃんがね、うん、そこら辺で写真撮っててね電話したらね、川口湖いるってあ、マジ来るってブンちゃんそうなんだブンちゃんね、多分そこら辺で写真撮ってたよブンちゃんあ、ブンちゃん乗ってるブンちゃん一番右に乗ってるそうやって、ユニコムが難しいあ、手振ってるあ、手振ってるちょっとずんもう一回手振ってください今日だって彼が三匹。え？三匹？どのぐらいの？38センチ。あとここでさっき35センチ。すごい。聞いて聞いて。俺もこのくらいの釣った。バイバイ。ブンちゃんいなくなった瞬間に釣り始める悲しいよブンちゃん俺ちょっとフライングしてさあ終わりましたねはい終わりました、はい、3日間どんくらい釣ったんだろう40アップヨーレさん大丈夫ですかどうしたんですかヨーレさん目大丈夫ですかなんか早そうスピードが早そう40アップ釣った人はーいここで全3日間ではいはいあーすごいもう3、4、5、6本意外に普通だなブラジャーブラジャーチャンネル宣伝お願いしますはい、皆さん正論の記事の方、サルですわーすごい本物だよじゃあサルさん、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました皆さんありがとうございましたお疲れ様でしたお疲れ様ですサルさん、ありがとうございました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 ユッキーもありがとうねあ、ユッキーさんじゃあ帰ります、はい、佐賀にはい、帰りましょうお気をつけてはい、ありがとうございますありがとうございましたありがとうございますマネガイエンドですよー1分ずつはいご紹介逆知らないですかよーらいじゃあ、帰りますはい、お疲れ様でしたありがとうございましたブーあ、みんなやんないとやんないと動画視聴ありがとうございました次のおすすめ動画はこちらになっております今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いしますありがとうございました